テイゴのこのブレ玉とかさ、はい、あのキックのスキル、はい、あれどこで身につけたもの？小中で結構蹴れてましたね。じゃあフリーキッカーだった？ユースの時とかも？はい、ユースの時も、ジュニアユースの時もフリーキッカーでしたね。いや、あの球種蹴れるプロでもいない、あんまりいないからさ。そうですね、まあ、そこだけはちょっと自信を持ってやってるんで。はい、それでさっきのオーストラリアじゃないけど、はい、そこで何やったの？英語学校行ったりとか、うん、もうその現地のチームにもう一人で、うん、もう通訳もなしもでいたんで、うん、何年ぐらい？2年間いましたね。うん、それでそれ終わって、はい、でフィリピンに1年間行って、うん、プロリーグが一応あるんで、うん、1年プレーして、うん、でその後ドイツにハーフシーズンですね、後半戦から入って12月から。何部それ？5部で、うん、一応それ5部リーグ優勝して4部にはなったんですけど、うん、そのやってる時にまあいろいろあるんですけど、うん、とりあえず現役やめようかなって考えて、うん、で YouTube 始めようかなってその時に考えてて、このままずるずるサッカーやっていくのか、うん、それ26だったんでその時に、うんうん、もう一回新しいことにチャレンジできるんだったら、うん、今しといた方がいいのかなみたいな、ずっと葛藤があって自分の中で、うん、そのトッププレイヤーでやってたわけじゃないんで、人生サッカーだけじゃないなと思って、その時、うん、海外の生活しててなんかみんなすごいなんかもう人生楽しんでるんですよ、はいはい、本当に。でそういうのを見て、まあ、なんかもうサッカーだけじゃないなと思って、サッカー系 YouTube やってますけど、違う世界も見てみたいなって、すごいなんかワクワク感が出てきて、うん、他のことに初めて。それで切りつけてじゃないけど、はい、今の活動にいたんだけど、はい、になるんだけど、でシゲとタカはもうまた別でやってたわけじゃない？別でやってました。シゲもオーストラリアで、まあ、別の地域でサッカーやってて、うんうん、まあ、俺が6月にドイツでシーズン終わって、うん、日本に帰ってってなって、シゲも10月か11月ぐらいに日本に帰国する予定があったんですよ、うん、でそれはまあちょくちょく連絡取ってたんで知ってたんで、じゃあ俺こういう考えでちょっと YouTube やろうと思ってるんだけどどうみたいな話したら、いいの、面白い、面白そうだねみたいな感じでめっちゃ乗ってくれて、じゃあやろうぜみたいな感じでなって、タカはもうバリバリ JFL とか、まあ、一応鹿児島のもう契約も残っててレンタルでバリバリサッカー選手だったんですけど、なんかメンバー的にタカは欲しいなと思ってて、でまあ、JFL も言うたらなんか難しい位置じゃないですか、まあね、セミプロでもあって、うん、まあ、上でもないし下でもないみたいな、うん、でまあ俺もなんかそういう葛藤してたからずっと、うん、俺こういう考えで、まあ、YouTube やりたいと思ってんだよねみたいな話したら、あいつが一番即答で、あ、やるわ言うて、そうなの？で俺は、いや、お前はまだ契約とかもあるだろうし、まあ、サッカー人生に悔いを残しちゃいけないから、お前が やりたいと思ったら来てくれみたいな話をしたんですよ、うん、もうサッカーやりきったら来てくれみたいな、うん、じゃあやるわやめるわ言うて、なんかマジで、いや、一番ぶっ飛んでますでそれで契約を、でそれで更新の話は来てたんですけ ど、 あ、 あいつ YouTuber になりますってやめたんですよ、はい、それが何年前？20年から始めたんで俺ら。あ、20年から始めた。20年の1月から始めて、うん、そうっすね、はい。すごいね、でも、はい、本当チャレンジだよね。まあ26って そんな若い年齢ではないじゃないですか、うん、まあ、そこでもなんか思い切って新しいことに踏み切って、うん、でもまだチャレンジ、選手としてはチャレンジはできる、まあできる年でもあるし、ね、そうっすね、難しい決断だったとは思うんですけど、みんな多分あんまり考えずにバッと出てきたんで、うん、まあ試練もたかも本能型やもんね。そうっすね、本能で動いたんで、まあようやく形にはなってきましたけど、うん、まあ、最初の年がめちゃくちゃきつかったですけどまあ今はやってよかったなと思いますね。すごい YouTuber としても、ね、じゃあいざ始めるわけじゃない、はい、でも何も分かんないわけじゃん。はい、いや本当に何も分かんないでしょ、はい、だって編集もそれまずしたことないでしょ。したことないです。パソコンいじったことなかったでしょ。はい、どうやってこう慣れていったのかって、今までのサッカーやってきて、うん、やっぱやり続けることしかないかなと思って、もう根気強くただやってましたね。こう試行錯誤しながら。3人ともそうでしょ？3人ともそうです。で、どっかの事務所に
途中から、うん、そうですね、あのウームさんの方に所属して、うんうんうん、それまではもう自分たちで、そうっすね、機材も買って、いやもう iPhone だけでやってました。なるほどね、はい、iPhone とパソコンだけ買って、あ、それで、はい、それでやってました。自分たちで編集して、はい、一から勉強して、そうっす。でも最初の本当に半年間ぐらいはもう貯金ずっと切り崩して生きてたんで、バイトする時間も無駄じゃないですか。なんか編集もできなくなるし、撮影もできなくなるってなったら、いやこれもじゃあ腹くくってもう YouTube だけでやっていくしかないっしょみたいな感じで最初やってたんですけど、まあやっぱ限界が来るわけですよ。そうだよ。1月始めたんですけど、まあ5月ぐらいにまあやっぱちょっとみんなバイト始めて、うん、めっちゃ大変でしたね。面白いね。いやもうここ2年でガラッと変わったんだね。いや去年ガラッと変わりましたね、本当に。あ、まあそうっすね、もう1年目は本当に地獄みたいな感じでしたね。YouTube に慣れてきたっていうのはあるでしょ。企画もどういうのをこうやっていけばいいとか、はい、軸みたいなのは決まってた。まあそうっすね、1年間、まあ、最初やってて、うん、まあ、こういうのがいいんだとか、うん、っていうのは、まあ、やってたら分かってくるんで、